本日は第2回光り輝く開運フェスティバル、出展者のご紹介ライブということで、リンピアケアニストのかなえさんにゲストで来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんに自己紹介をまずお願いしてもよろしいですか？はい、愛知県在住の鈴木かなえと言います。私はリンパケアのセルフケア講師、施術系のセッションをしています、うん、今回はリンパケアを元にした耳をかけることで可愛いおしゃれも一緒に好きな風に体を未来に向けて皆さんに、うん、おすすめしています。あ、なるほど。じゃあ例えばリフトアップだけではなく、うん、健康的なところの面でもちょっと意識することができるって感じなんですかね？そうですね、耳にかけて優しく撫でるってことを皆さんにしてもらってるんですけど、そうすることで心も体も緩みやすくなるので、そんなアクセサリーをおすすめしています。これすごい便利で、おしゃこぐに耳にかけてアクセサリーとして使えるし、でこれがちょっと目立つのが嫌だっていう方はアクセサリーを簡単に外せれて、もうこのままつけるのもすごい簡単なので、なんて言うんでしょう、アルファベットの C みたいな形になっていらっしゃるんですかね？そうですね。なので、結構年配の方も、もう80歳ぐらいの方も、簡単につけれるので、手軽に。で、なるほど。本当、皆さん自分の好きなアクセサリーを使ってもらってますので、日常使い、まあ、おしゃれにしたいなら、なんかちょっと、キラキラしたものとか、あんまり目立ちたくないなとか思ったら、もうちょっと優しめのアクセサリーとか。それぞれ使っていただけます。ちょっと見づらいので、はい、近くでこう皆さんに見えるように、耳にかけた状態じゃなくて、それをものだけを見せていただくことっていうのはまずできますか？そうですね。ちょっと見えづらいかな。はいはい、見えます、見えます。うん。で、こう耳の後ろのカーブに合わせた形になっていて、もう一回見せていただけると。こう C の形になってて、先端にアクセサリーがついていて、これもちょっとその時の気分で取り替えたりとかすることも可能だっていうことですよね。そうですね。で、お仕事中とかこうキラキラしたりとかするのつけてられない方とかは、もうシンプルに引っ掛けるだけのフックだけかけておくだけでもだいぶ違うよっていうことですよね。そうですね。で、最初にこうやってつけた直後に優しく撫でる、はい、撫でるってことを皆さんにしてもらってます。そうすると体をもっと一緒に整えて、でおしゃれもできますよって お話ししてます。なるほどなるほど、うんうん、じゃあもうただ単にもう本当に顔をキュッて上げるだけではなく、ちょっと体自身を緩めることで心も緩んで、その他にもまあいろんなものが効果期待できるよっていう感じでしょうかね。ね、試着体験は本当皆さんに気軽にしてもらっていますので、うん、そこで一緒に透けて、あとに一緒に撫でるってことをしてもらうと、うん、どんどん体が緩んでくる感覚で、呼吸がすごいホッとしたような呼吸が皆さんしてくるので、